風船や折り鶴を折る時の初めの折り方、ちょっと面倒ですよね。ここでつまずいてしまう方も多いと思います。そこで簡単な折り方をご紹介します。まず風船の方です。白い方が外側になるように四角く折ってください。開いたら90度向きを変えて同じように白い方を外側にして折ります。開いたら今度は外側、色がついている方を外にして三角に折ります。90度に傾けてもう一度三角に折ります。最後に折ったところをつまんでそーっと真ん中に寄せてみてください。これでもう風船を折るときの最初の折り方がきれいにできました。今度は鶴を折るときの最初の折り方です。白い方を外にして三角に折ります。同じように90度傾けて三角に折ります。色がついている方を外にして三角に、間違えました、四角に折ります。90度傾けて四角に折ります。四角に折った部分を持ってそーっと真ん中に寄せると鶴の折り始めの形ができました。こんな風に簡単で正確に折れます。それでは最初に折った方を使って風船を折ってみましょう。はじめの形が決まっているので、その後もきれいに折っていくことができます。空気を入れて膨らませれば出来上がりです。鶴の方も折り目を入れながら、最初の形が決まっているので割ときれいに折ることができます。他にも応用できるので、この折り方を覚えてみてください。